カシミア製のマフラーカシミアは、カシミアヤギから取れた毛、または、それから折った毛織物である。消費者庁家庭用品品質表示法の表記は、カシミア。名前は、インドの北部高山地帯のカシミール地方の古い綴りに由来する。毛質は細く、柔軟で独特のぬめりがある。保温性と保湿性に優れ、生産量が少ないため、 高級素材の代表とされる。毛が細く密度が高いが軽く、暖かく、上品な光沢もあり、肌触りが良いとされ、その高さも、相まって、繊維の宝石とも呼ばれる。元の色は、ホワイトカシミア、グレーカシミア、ブラウンカシミアがある。品質は、毛の細さ、白さ、長さが基準となる。細いほどしなやかな光沢が出て、肌触りも柔らかい。 白ければ漂白が不要で痛みが少なく、綺麗な染色が可能である。毛が長いと、防石中にほどけて、糸が切れたり、抜け毛で毛玉になるのを防ぐことができる。カシミヤヤギは、寒暖の厳しい環境の下で生きているために、表面は荒毛で覆われており、その下に重毛が密生している。この重毛を、春の毛の生え変わりの時に拾い集めるか、 串で吸いて集めたもので手間がかかり1頭から 150g から 250g しか取れずセーターを作るにはヤギ約4頭分の毛が必要となるこれらの生産量の少なさから効果となるヤギは主に中国の北西部地方ネパールのヒマラヤ地域モンゴルとイランの高い大地に住む未生成のカシミア繊維の最大の生産国は中国で 採取量は1年あたり約1万トンと推定される。モンゴルは3000トン以上、他の生産国はインド、パキスタン、イラン、アフガニスタン、トルコと中央アジア諸国である。カシミアセニの世界総採取量は推定1万5000、2万トン、年である。これらの地域ではカシミアは重要な輸出品となっている。このセニから油脂。 ほこりと合毛を取り除くと、製品としてのカシミアができる。ヤギ1頭あたり 500g の繊維が、最小で 150g となり、世界の生産量は、約6500トン、年と推定される。肌触りの良さと希少性から、高級素材として人気が高いが、識別方法の難しさから羊毛などを混ぜる偽装が、後を絶たず、流通量は、 生産量の4倍と言われている。しかし2009年9月、岩手県立大学の倉林徹教授らの研究チームが、テラヘルツ波を照射し、振動波を確認して、カシミアの純度を数分で識別する技術を開発した。実用化により偽物排除に一役買うことが期待されている。カシミアは染色し、糸にすることで、セーター、マフラー、帽子、 手袋、ソックス、コート、ジャケット、パンツ、パジャマ、スカーフ、毛布などに用いられる。高価な素材のため、羊毛や化学繊維と混合して使用することもある。イタリア、イギリス、日本の医療品メーカーは、マーケットリーダーとして、長く知られていた。ありがとうございます。